S-29 はアメリカ海軍の潜水艦、S 級潜水艦の一隻。S-29 は1919 19年4月17日にマサチューセッツ州クインシーのベスレヘム造船株式会社で寄港した。1922年11月9日にローナン・シーグレー・リフ人によって命名浸水し、1924年5月22日に艦長、 ピーコのバージュニア中尉の指揮下収益した。コネチカット州、ニューロンドンでの作戦活動後、1924年4月27日から1925年5月30日まで、ハワイを訪れる。その後1931年まで主に、カリフォルニア州、メア,アイランド、サンディエゴ、サンペドロで活動した。1927年、28年、30年の夏には、 ハワイを訪れた。また1926年2月から3月までと1929年の2月にはパナマ運河地帯で活動している。1931年2月14日、S-29 はメアアイランドを出港し、2月23日に真珠湾に到着する。その後1939年まで真珠湾を拠点として活動した。 1939年6月16日に、新珠湾を出港し、S-29 は8月23日に、ニューロンドンに帰還した。1940年12月から41年5月まで、本国北東部及び、フロリダ州キーウェストでの任務に従事した後、S-29 は12月後半から1942年3月まで、パナマ運河地帯で活動する。 4月1日にニューロンドンに帰還し、同地で1942年6月5日に退役、同日イギリス海軍に移管される。イギリス海軍では P556 の艦名で活動した。イギリス海軍での任務中、P556 はウェーマスでバッテリーの爆発事故を起こした。P556 は1946年1月26日にアメリカ海軍に返還される。 同年除籍され、1947年1月24日にポーツマスの HG パウンド社にスクラップとして売却された。司令塔が取り外された船体は1982年までパウンド社のスクラップヤードで見ることができた。ありがとうございます。